菊池陽子は日本のクラシック音楽のピアニスト、群馬県前橋市生まれ、東方女子高等学校卒業後、イタリアのイモラ音楽院へ留学。これまでにピアノを田中清子、林秀光、フランコスカラの各紙に、ホルテピアノをステファノ・フィュッツに指示。1997年、ミラノでソロリサイタルを開催したほか、ユベールスダーン式シチリア交響楽団の コンサートツアーのソリストに抜擢された。2002年1月、第8回、モーツァルト国際コンクールで、日本人として、初めて優勝。翌年2003年に、ザルツブルク音楽祭のモーツァルトマツネに出演して、モーツァルトのピアノ競争曲、第21番を、相棒、ボルトン式ザルツブルクモーツァルテウム管弦楽団と、共演。2006年には、 オーケストラ・アンサンブル・金沢のアジアツアーのソリストを務めた。以後、世界各地でのソロリサイタルを行うほか、日本国内主要オーケストラをはじめハノーファー来た、ドイツ放送フィルハーモニー還元楽団、ベルリン交響楽団、南西ドイツフィルハーモニー交響楽団、フランツリスト室内還元楽団、スロベニア放送交響楽団、上海交響楽団、 香港シンフォニエッタ等と共演、シュレスビヒホルシュタイン音楽祭やパレルも音楽祭等からも招かれている。また近年はホルンのラデク・バボラークとのデュオでも活躍している。現在はオーストリア・ウィーン在住。ありがとうございます。